はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケリーです。ザ・アウターワールドの続きをプレイしていきたいと思います。前回はサイドクエスト一握りの指ですね、3人分の指を、取ってきてレイエス巡査に渡したところで終わっていたので、そうですね、引き続きもう少し街を探索して、で何もなさそうならメインクエストですかね。結構隅々まで調べないとアイテムありますね。ここは開かない。メンテナンスディビジョン、これは？あ、盗みにはならない。もらっていこう。作業台発見。あ、じゃあちょっと何かやってみようかな。改造、武器と防具と。一番 DPS が高いのはライトマシンガンなんだけど、弾がすぐなくなるんですよね。と考えるとアサルトライフルあたりを、マグ2パワー、マグマグパワー、武器のダメージタイプをプラズマに変更、マグマグザップ、武器のダメージタイプをショックに変更、着弾の瞬間弾丸は放電し、ターゲットは感電、発射時に爆発してプラズマ状態。どっちがいいので取り、確か取り付けるともう取り外せないはずなんで、ちょっとここ慎重にちょっと待とうかな。ジャイロサイト、武器の精度が上がる、拡散範囲が、0.01% になると。ちょっと待ってよ。改良、あ、防具は？効果、物理的ダメージに対する防御率が増加。なるほど。これは？会話スキルだ。リーダーシップスキルと、近接武器と防御。あ、バックパック運搬能力プラス 20kg。 あー、これいいな。これつけようかな。改造部品は取り付け後に回収することができ、これにつけていいのか。ちょっと待とう。改良。改良は単純に能力アップかな、お金を使って。で、値段は安いですね。じゃあ、アサルトライフル。54ビット。で、プラス2。で、さらに上げると113円。どうなんだろう。上げた方がいいのかな。この辺上げよっか。
防具。ヘビーパワーアーマーをちょっと強くして、パワーヘルメットも少し強くして、修理。修理。防具を修理しよう。うん、こんな感じで。端末使う。現在未解決トラブルが3件。ホルコムさん。ここはホルコムさんという人がの家なのかな。トラブルまず1件目。優先度は中。再現の手順。まずはエンジンを起動。で、どうやらダメだったらしく、再トライ。で、再トライ。ローダーを蹴る。爪先の負傷を呪う。こんなとこまでかい。8個の手順を記入する必要あり。再トライ。カラカラカラという雑音があり。これをやったのが、トブソンって、これ偉い人かな？サルツナー缶詰工場の。クランシーの腹渡が引きずり出されている。何か事故があったんじゃないこれ。大丈夫。トラブル、これが最も優先度が高い。またトブソンからだ。主要缶詰製造ラインの不具合、熱処理で不具合。再現手順がまた書いてる。予定表に従って製造ラインを起動。缶詰の処理を監視。最初のロットが熱処理工程に移行。大きな爆発音が発生。煙と焦げたサルツナマグロの香り。6番モーターでオーバーヒートと警報。排気口から炎が噴出。自動停止。今度はトブソンじゃないな。ミラー。ミラーって誰だ。腐れメカ。優先度は低いですね。あ、トブソン執行部。トブソンの執行部判断により優先度を自動的に手に変更。理由、エルミラーが更新したトラブル。エルミラーってのはなんかあれなのかな、なんか信頼されてないのかな。エルミラーの更新したトラブルは別に解決しなくていいみたいな。再現手順。1、北を向く。2、北を向けと言っただろう、このポンコツ。3、スクラップの山の近く。4、町の北東なのかもしれない。5、機械構造を観察。6、不穏な様子で歩いてやがる。7、ほらな。8、すぐそこにある。これあれじゃないの？町の北にいた、北東にいた壊れたロボットのこと。あれ？誰だっけ？俺にあれ依頼したのは。サイドクエスト。あ、これだ！ラドウィック・ミラー。こいつだ。
こいつが更新してきたからこいつの言うことのトラブルは手でいいっていうことだ。やっぱあの人おかしいんだよ、うん、このロボットは壊したくないな。なんとかする方法ないのかな。ちょっと妄想癖が半端じゃなかったですからね。いや、こういうの面白いな。ピッキングでももう4つしかないけどやっちゃおうか。多分ね、これ本当僕録画してなかったらもう本当ゆっくりじっくり隅々までやってますね。盗むにならないけど、お、また端末が、あ、下、あー、さっき使わなきゃよかったな。うん、ホルコムさん、前回の検索結果を開く。前回の検索、インドゥマーティー、なんだインドゥマーティー、最初の項目、インドゥマーティーは今日エッジウォーターを去った。テラ1に配置転換となった。人の名前か。私はプラットフォームで彼女にキスをして、あ、ホルコムさんでしたっけ、名前忘れちゃいましたね、名前を忘れた。ホルコムさん、ホルコムさんの彼女だ。彼女がテラ1に、転勤になったんだ。また会えるだろうかと尋ねた。答えがノーであることは二人とも知っていた。空を見上げて私を思い出して、私も空を見上げてあなたを思い出すから。これは別に嫌いだからまた会わないっていう感じじゃないですね。一度転勤になるともう戻れないみたいな感じなのかな。インドゥマーティの書き置き、彼女のさんの書き置きだ。ロバート、あの子を連れて行く許可は得られなかった。子供かな。でもあなたが愛情たっぷりに育ててくれると確信している。もしかしたら私以上に時間を割いてくれるかもしれない。あなたは忍耐強いし、私とはまた違った形で手をかけてくれる。会社はあなたが名前をつけるまであの子は名無しのままだと言っている。でも名前はパールバティ。パールパーティーと決まっている。それから誕生日も、本当の誕生日は7月7日。私にはできないけれど、あの子にとって特別な日にしてあげて。わー、なんかやあれだな。何があったんだろう。
ホルコムさんは結構かわいそうな、あ、なんだ、パワー、近接武器、あ、武器のダメージタイプをプラズマダメージ、この家のものが盗むにならないっていうことはもういないのかな。やばい、多分これだけで今回30分いく可能性が。ああ、もうその噂が、そうそう、倒しましたよ。で、この建物は、そうですね。うん、メインクエストの建物なんで、サルツナ缶詰工場。で、薬を渡したエスターだ。こういう扉は入れないんですね。これ入って大丈夫？大丈夫か。Sorry, I'll just be a minute. You had a minute. Next one comes out of your pay. He's off the threats, friend. I'm going. Boss's orders. We all got quotas to make. Move along. なんかあるな。おお。あ。ああ、ないな。
some hull heads. You some sort of freelancer? みたいな感じか。ああ、普通の住民か。Carry on. Our place in the universe is fixed. Hey there, Mary. Don't see you round here too often. Oh, I just came to talk to the vicar is all. None of us are above confessionals.What have you got to confess? You ain't thinking of deserting, are you? What? No, 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 no. And I resent the accusation. Wasn't nothing but a question. Do excuse me. I must be on my way. Verity to you. こういう裏とかに何もないか。マックス牧師、前回僕元牧師をの指を取ってきましたけどね。これは盗みにならないものは取っていく。この人は何かクエストをくれそうな。Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max if you're the sort who prefers brevity.I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling? This season's toss ball predictions? The quickest way out of town? まずは電力調整器を探している。Mechanical tomfoolery is well out of my purview. 缶詰工場。I suggest you take such matters to Mr. Thompson in the cannery. Oh, and a word of warning. If you're considering wandering around outside the safety of the town, you'd best be cautious.それはまたどうして？略奪者がゴロゴロ。それでも外に行くというなら提案がある。One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down banned heretical texts. I happen to know such a book is, as we speak, tainting a collector's library in Emerald Vale. それを取ってこいってことかな。The collector's residence lies outside the town's walls.My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. Should you fare better than me, I'd pay a handsome sum for the book. どうして牧師が異端の禁書を欲しがる？ I just want to keep the writing out of layman's hands. 何も知らない素人が持つべき手はありません。話に乗る前にその本についてもう少し詳しく知りたい。It's a handwritten journal, 手書きの日記、faded blue cover with the name M. Bakonu, handwritten 青い表紙の本で下の方に M. Bakonu と名前が書かれている。 It is not only a beautiful relic of a bygone timeIt's also the thoughts of an early thinker on the nature of man's place in the cosmos. Not many in this colony could understand its true value, should they ever read it.
なんか怪しい感じもするけど、その本を探してみよう。Thank you. If you retrieve it, you can always find me here. 図解入り？マニュアル？仲間のクエスト。サイドとはまた違うんだ。マクシミリアン・デソート牧師に禁書である M ・バコヌの日記を探してほしいと依頼された。マクシミリアンの話では、エッジウォーターの北側にある小さなコミュニティに住む、読めない、蔵書家が日記を持っていたらしい。マップにその場所を記してくれた。この人仲間になるのかな。別にいらないよ、牧師なんて。Any progress on that matter we discussed? 本はまだ見つかってない。Get it. 随分その本にご熱心のようだな、ようだが、理由を聞かせてくれないか。A religious text deemed heretical by the OSI as an unsafe object at large. サイエンス誌。Though I understand why a collector would desire to possess such a rare book. 所有を禁じられている。Because I'm also a collector of books. Rare things in this colony.Appreciation of the written word outside monthly periodicals is virtually unknown here. どうして外から来たってわかる。I've never seen you before. 初めて見る顔。And there's been no paperwork indicating a transfer. Half the time it's wrong, but a new worker without paperwork? Unheard of. Also, you lack the distinctive worker gaze. Usually either a deadening behind the eyes or in some rare cases, a wild-eyed frenzy. Like a trapped animal. 普通労働者は死んだような目をしているか、あるいはごく稀にですが燃えるような荒々しい目をしている、世間の人を精神的に導くものにしては随分見下したものの言い方をするんだな。 Oh, nothing could be further from the truth. I'm simply bemoaning the level of spiritual awareness in this town. そのレベルを上げるのがあんたの仕事じゃないのか。Yes, but there are few who hear me in this miserable place. I must double my efforts to elevate my flock. These are good, hard-working people here. ちょっと待て。今この町のことを悲惨な場所。Yes, and thank you for pointing it out. こいつは… It is wrong of me to succumb to distress. This place could be so much more, and I will continue in my quest to make it so. They who are not satisfied with their work are satisfied with nothing. No. How about 自分の仕事に満足できないものは何事にも満足できない。 True exhaustion awaits idle hands. それは確かにそうだね。労働は精神を鍛える。働かざる者疲れるばかり。働かない方が疲れる。マジか。マジか。あんたはここでそれを。Selling? No. It is free for all who seek it.I'm sorry you don't find these tried and true words of wisdom to your liking. ちょっとこの人どんどん攻めてみようかな。あんたはただ陳腐なことを並べて一生懸命仕事をしろって言ってるだけじゃないのか。最近のここの状況を見たことはあるのか。Have you? These people need something, anything they can grasp to survive.Delving into the metaphysical minutia of the grand plan would be nonsense to them, if not worse. I'm... My apologies. だいぶ攻められて。The townsfolk have a tough time of it. And it's been difficult for me to enrich their lives. They are good people. It is just... difficult to reach them. 俺が勝ったな、これは。
They who are not satisfied with their work are satisfied with nothing. じゃあ、あんたの信仰の話を聞こう。The OSI teaches that the grand architect set a perfect system in motion at the beginning of time. Contentment is found by accepting one's role in that grand plan. OSI とは何の略なんだ? The order of scientific inquiry, also known as scientism to the layperson. グランドアーキテクトやらにはどういう方法で語りかける?You don't talk これと話長えな。ちょっとこんなに長いと思わなかったわ。It has no concern for us. We will eventually decode the plan and all its intricacies. Once we are able to deduce the properties of every particle in the universe and its trajectory, we will know everything.The future, the past, each person's place within the plan, all will be laid out before us, removing struggle and bringing peace. No one will ever need question their path again. Some even believe this ultimate knowledge will unlock mankind's true potential, and we will all become akin to grand architects ourselves, after a fashion. どう考えてもありえない。I would love to discuss the finer points of my religion with you. Oh, wait.No, I wouldn't. Seriously, though, to truly understand the metaphysics involved takes years of study and contemplation. They who are not satisfied... The OSI teaches that the Grand Architect set a perfect system in motion. You don't talk to the Grand Architect. Once the universe was set in motion, it stepped back. It has no concern for us.We will eventually decode the plan and all its intricacies. Once we are able to deduce the properties of every particle in the universe and its trajectory, we will know everything. The future, the past. Some even believe this ultimate knowledge will unlock mankind's true potential. And we will all become akin to grand architects ourselves. Well, first there's the matter of secret blood rites and animal sacrifices. I'm kidding, I'm kidding.Seriously though, to truly understand the metaphysics involved takes years of study and contemplation. まだ分かってないってことだ、要は。クソ長い時間取らせたな、こいつ、俺に。もうこれ30分いってるんじゃないの?あ、朝になってる。でも仲間のクエストってなってるから、ねえ、仲間なのかな。何やらトラブルでしょうか。If you're falling sick, I don't want you near me. Don't worry, I wouldn't do that to you.こういうところにアイテムが、あ、ここ行ったな。はい。ん?あ。人が死んでる。セントラルストア。お店かな?ジュリアス・モローさん、ちょっと待てよ、これもう時間、はい、では今回街の探索だけでしたけどね、今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。